むむ、オラには難しい問題ずら。あ、ちょうどいいところに来てくれたずら。まずは何も言わずにこの水槽の中を見てほしいの。じっくり見た？質問したいことがあるんだけど、ダイオウグソクムシって可愛いと思う？可愛いといえば可愛い気もするけど、マルの心はどう判断しようかすごく戸惑ってるみたいずら。ダンゴムシより白くて大きいからぬいぐるみみたいな感じなのかな。森のクマさんみたいな。ダイオウグソクムシは難しいけど、水族館って面白いね。深海には個性的な生き物がたくさんいるんだもん。深海は水圧がかかるから耐えられるように体を少しずつ変えてきたんだろうな。可愛いかどうかは別として、マルはこの何とも言えない深海の生き物たちに興味津々つら。深海の生き物について載ってる本ってあるのかな。明日図書室で探してみようっと。今日はマリさん、ダイヤさんも一緒に来てるから、ダイオウグソクムシが可愛いかどうか聞いてみるね。